はい、今夜明日のスケジュールを確認し、今後の相場想定しつつ、明日買ったらさっと儲かる銘柄を勝手に予想する静かですけど、明日はこれを買えのコーナーです。では今夜ホームデポの決算発表以上ですね。本当に何にもない、ですね。明日21日、引け後7月の訪日外国人客数の発表になります。そんなに伸びてないというか、韓国からの多分ね、訪日客が減ってると思うので、ちょっと伸び率は悪いんじゃないかなと思いますね。そう思うとちょっと化粧品とかね、その辺また売られる可能性がありますので気をつけましょう。ショートを入れといたらいい。なんかあんまり値がさえやると怖いから、ポーラオルビスぐらいだったらいいかもしれないですね。海外、日中韓外務大臣会談開催予定、北京で行われます。そしてアメリカ、7月の中古住宅販売が23日発表、フィリピン球場です。アメリカ決算発表、ノードストロームとターゲットということでありまして、まあ何もない日々続きます。ジャクソンホールまで待ちましょう。ただジャクソンホールに何かあるかっつったら、別に大したことはないのかもしれませんけどね、という感じです。ちょっとじゃあ、なんだっけ、ちょっとポーラオルビスだけ安いですから今ね。まあ安いから逆にじゃあここからなんかアク抜けみたいなことになるのかな、わかんないですね。はい、です。では今日の特集は煽り運転とかっていうのがちょっと話題にねまたなってまして、カーナビ関連銘柄をいくつか見ていこうかなと思います。で、去年とかもカーナビ関連銘柄話題になりました。煽り運転のところも、あ、カーナビじゃないや、なんだっけ、カーナビっつってずっと言ってましたね。ドラレコだ、ドラレコ関連ですね。まあ、似たようなところ部分もあると思うんですね。例えばなんかこうオートウェーブとかこの辺、ちょっと今日ドイツ行ってるのはそういうことだと思うんです。10円高147.69% 上昇。まあ、かなり低株なんで、なんとも言えない部分ありますけど、ドラレコ。で、まあその販売店、小売りのところとかだったら、オートバックスとかもそうですけど、14円高1737円、 0.81% 上昇、この辺ですよ。カー用品関連話題になってますんで、ちょっとまあ去年とかだとドラレコもそうなんですけど、そのカーナビの方で、そうですか、あれですね、まずそのメニューとかあれタイトルにカーナビとかって書いちゃったら間違ってましたね。ドラレコ、去年はカーナビが話題になって、それがその外国人向けにその高速道路も地下鉄みたいに、なんとか往路1往路2みたいなナンバリングをしていこうみたいな話で、そうするとカーナビもぐるっと変わるよねみたいな話があったりとかして、まあもちろんカーナビの話題も去年かな、今年なのかな、あれありましたけど、その辺注目だよねっていうところでありますんで、ちょっとその辺カー用品関連ちょっと見ておきましょう。カーメイト101円高901円、 12.63% 上昇。まあ同じ時期にちょっと話題になってきて、今日もまた上がってるねっていうところ、ちょっと板薄い銘柄が多いんで難しいですけどね。オートバックス今ましたが、イエローハット50円高1546円、 3.34% 上昇、高値更新かな、これは。ですね、高値更新。まあそんな感じになってますんで、あと例えば G7 ホールディングスとかね、フランチャイズ、あれ G7 ホールディングス、オートバックスと、あと業務スーパーの、フランチャイジーです。9円高2982円、 0.3% 上昇、こっちあんま反応してないですね。はい、まあ、そんなところを一つちょっと面白いのかなと思ってます。とこんな感じです。カー用品とかまでちょっと広げると、どうなんですかね、クラリオン、あ、ないんだ、もう。アルプスアルパインとかちょっと反応しないですもんね。JVC キュートぐらいだったらできるかな。
4円高278円 1.46% 上昇。これぐらいまでですかね。ポラテクノとかどうかな。あんまりですね。1円高514円 0.19% 上昇と、こんな感じでした。では、こんなところで明日の個別材料を見ていきましょう。まあ、ちょっとね、またニュースになるようであれば、この辺もさっと手を出せるように準備しておかれるといいかなって感じですね。はい、今から追っかけるのがいいかわかんないですけど。ということで、プロパスと、発行済み株式数の 0.71% になる20万株を上限とした自社株買い発表です。同じく自社株買い、山科。発行済み株式数の 0.61% になる85万株を上限とした自社株買い発表しています。あと、自己株処分の話ですね。東都水産が魚力に第三者割当による自己株処分を発表しております。魚力、こんな感じですね。どっちも大して普段見かけない銘柄ですね。続いて、ワセアカ。立ち上がり分配発表してます。珍しいですね。ワセアカがね。22万株立ち上がり分配。そろそろちょっと明日売られてしまうかもしれないですね。続いて、イオン。イオンリテールの4月の既存店売上高が発表になってます。前年同月比で 6% の減少です。先月が 1.3% の増加だったんで、ちょっと厳しいですね、イオンね。ケーズ。ケーズ電機のケーズ、ケーズホールディングス。株主優待制度年1回から年2回に拡充するという発表しております。そして、ベルーナ、月次の売上高です。7月の連結総売上は、前年同月比で 0.4% 減でした。6月が 8.9% 増でしたが、まあ、緩やかにね、下落してますが、大丈夫でしょうか。はい。というところであります。以上、明日の個別材料でした。では、マーケット見ていきましょう。今、23時11分、アメリカ始まってます。ドル円からいきましょうか。106円41銭。というところで。ちょっと円高方向続いてますかね。原油55ドル45セント、ちょっと下がってます。ニューヨークダウ。ちょっと、下げて、今はもうちょっと戻してます。ニューヨークダウ今 0.2% の下落ですね。54ドル9セント安というところです。ナスダック 25.48 ポイント安ですね。今ね、リアルタイムでは 0.32% の下落です。SP500 0.39% のマイナスということで、ここの数字よりかはちょっと戻しているというところになっております。日経先物はそんなところを受けて2540円、まあもうちょっと安かった場面もありましたが、ちょっと戻してきました。2400円台までね、入りましたんでねということであります。明日、まあそうです、3日でね、続伸しましたんでね、ちょっと一旦小休止みたいなことはまだあるかもしれませんが、ちょっとそろそろだと思うんですね、戻り始めるとしたら。なのでひょっとすると明日も続伸みたいなパターンはあっても、まあ米株次第ではありますけど、2桁下落ぐらいだったら明日日本株もう一段プラス4連騰みたいなことあってもおかしくないかなって気がしますね。ちょっと売られすぎた感ありますんで、でまた買いが始まる、でこういう買いが始まって、逆にちょっとショートポジションを持ってる方が踏まされるパターンとかっていうのは結構この辺でね、まあ2週間ぐらいもたもたしましたんで、そろそろ、反転に向かう動きが出てきてもおかしくないかなっていう頃合いなんじゃないかなということを思ったりしてます。まあちょっとツイッター爆弾がない前提ですけどね、その辺は。まあどこじゃなかろうかと。まあそこまでの力がなかったら素直に、反落するというところかと思います。反落する場合500円割るぐらいのところまでちょっと売られるかもしれないですね。こんな感じであります。まあでもちょっと落ち着いてきたと思うんですよね、ある程度ねと思いますんで、はい、そんな感じです。なんかおしれた系見ておきましょうか。マックリー
あ、ゴールデンクロス、マクディのゴールデンクロス出てますんで、ちょっと良くなってきたかなっていうところですね。反転の兆しです。教えたけば大体そんな感じなんでしょうね。なんかモメンタムあたり見ますか、ちょっと勢い、今日ぐらいでだいぶ、ね、ゼロ、ほぼゼロまで戻ってきましたんで、もうちょっとかなというところです。ということで、多少戻ってきたかな、そんなこともないか今ね。なんかまああんまり資金的な余裕がないんであれなんですけど、法人を1個持とうかなっていうのをちょっと今ぼんやり思ってるんですけどね。まあちょっとないろんな問題でちょっとそこまでさっと行く話じゃないんですけど、なんか誰か一緒にやれる人がいたらとかっていうのもあるんですけど、まあこじんまりと別になんか資本金もちっちゃくね、別に今ちっちゃく、まあ言っちゃ一円会社だって作れる。まあ一円会社にしたら、財務省表的にどうなっとんねんみたいな感じになるので、あんまりおすすめしないですけど、まあね、本当にちょっと形だけの会社で、形だけってのもあれですけど、やっぱ法人化してるとちょっとできることとかっていうのがやっぱりあったりするんで、なんか一個、持とうかなみたいなことはちょっとぼんやり思ったりしてるんですけど、なんか昔会社作ってあげたってのも変ですけど、会社設立のね手続きとかやってあげたお客さんがいて、でもなんかその後税務申告とかちゃんとしてんのかなみたいなのはちょっと心配になってですね、なんか個人、もともとね個人事業主のまあ、施工とかやってたところ、あとはマンション管理とか、まあ、PM のさらに下、プロパティマネジメントの下請けみたいなところを、なんか部屋の減幅工事とかやるようなところが、まあ、なんかその、個人でやってて、個人で税務申告をちゃんとしてないから、法人なりしてちゃんとしたいみたいなことで、そうなったから今までの個人の分が別にチャラになるわけじゃないよみたいなことも思ったんですけど、作ってあげて、それも結局だから法人なりして、ちゃんと申告とかしないとダメですよとかって言ったんですけど、何の音沙汰もなくなっちゃって、大丈夫かなみたいなこともあったんですけどね。そんな感じ、ちょっと新しいことを、夏が終わったらちょっと一段落本当にするかなと思うんで、そんなこと言いながら7月もそんなこと言って、なんか7月8月ずっとバタバタしてたんですけど、9月になったらそんなにあれかなと思うんでですね、なんかいろいろちょっと新しいことに、まあ資金的な問題はどうしてもあるんで、資金と人材不足ですね、これはね。っていうところがあるんで、なかなか難しいんですけど、なんか、やれていけたらなという感じですね。動画の方も、本当にちょっとちゃんとやらないと、発信していかないといけないなと思うんで、頑張ります。すいません。いろいろご要望あれをいただいたりとかもしてるんで、まあ、引き続き、なんか送っていただければ、ちょっと今、溜め込んでる時期ですけど、時間が空いたところで、バンバンですね、やっていきたいと思いますんで。引き続き、LINE なり、メールなり、メッセージ、コメントなりいただければなと思ってます。ということで、8月、もう、なんかさっき、久々にヤフーのトップページ開いて、高校野球がもう、準々決勝とかだったんで、ちょっとびっくりしたんですけどね、もうそんなんかいと思って。8月がもうすぐ終わりますんでね、秋に向けて頑張っていきましょうということで、あと
私はね、中飛車が嫌い。そういうことだけお伝えして。中飛車でやってくるやつ、ほんと嫌い。まあ、本当は、三間飛車も嫌いなんです。まあ、なんせもう、ちょっと、飛車が動くやつは大体好きじゃないっていうことなんですけど、まあいいです。はい、ということですね。あれ、ヒーローズの、将棋アプリ、やりながらちょっと毎日思ってるんですよ。あれ、なんのこいつは飛車動くんだろうな、みたいなね。こんなことであります。はい、ということで、皆さんも一生懸命飛車を動かして頑張っていきましょう。以上、静かですけど、明日はこれを変えでした。